ピエール・ヨゼフ・ペルトイエ、ピエール・ジョセフ・ペルティエは、フランスの科学者、薬学者である。薬用植物から、多くのアルカロイドの抽出を行った。パリに生まれた。父親も科学者であったが36歳で創生した。パリで薬学を学び、1815年から、パリの薬学高等学院の薬学者の、ピエール・ジャン・ロビケの助手として働き、 1825年からロビ家の後を継いで教授となり、1832年からは校長を務めた。1826年から薬学高等学院に加わったジョゼフ・ビアンネメ・カベントと共に働いた。長い間、経験的に使われたきた毛薬の有効成分を科学的に管理することに功績があった。ペルティエが管理したアルカロイドには以下のようなものがある。 1827年に木長川の有効成分の抽出の功績により、モンチョンプライズを受賞した。1832年に、パリのエコールでファーマシーの教授となり、非常勤の校長になった。根性油でサルーブリッドの委員に選ばれ、多くの名誉職に選ばれた。1840年に科学アカデミーの会員に選ばれた。タンレが発見した天然アルカイド。 ペレチエリンなどに、懸命されている。国際薬学士、山川浩二南江道カフェインについては1820年頃、ドイツのルンゲがほぼ純物質まで生成したが、ペルティエラも独立して単理した。カフェインの名は、ペルティエラの命名が採用されている。ウィキメディアコモンズには、ピエール・ジョセフ・ペルティエに関するカテゴリーがあります。ペレットは、 植物の学名で命名者を示す場合に、ピエール・ジョセフ・ペルティエを示すのに使われる。ありがとうございます。